これでえちゃんと押してなかったですね。なるほど、これでいけたんじゃないかな。あ、本当だ、ライブ配信中ってなってますね。改めまして、皆さん今見られてますでしょうか。8ビットニュースから今こう来ました来ました、つながって、あ、大丈夫そうですね、すいません、ちょっと戸惑ってしまって申し訳ございません。あ、よかったです、皆さんからコメントも、あ、そうですね、くるくるあの読み込み中だったものがちゃんと届いたということで、あ、よかったです。じゃあ皆さんこれで見られているということで、はい、改めましてよろしくお願いします。すいません、先ほどの前半見ていただいた方、ジャイアンタさんがせっかくそのね、あの入管の中での医療体制についてお話しいただいている途中で話がちょっと止まってしまったので、早速その続きからお話しいただきたいと思っております。はい、ジャイアンタさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、ジャイアンタさん、でもこうやってあの YouTube に出てゆっくりお話をするっていうのはどんなお気持ちですか。YouTube で出て、あの私があの自分が見せたいっていうのはもう全く感じがないけど、うん、ただあの今の私にあったこと、今は入管がやってることがちょっと、普通の人間扱いではないから、あと私に対しても今までやったことも、うん、あのそういうのを誰も知ってほしいなと私は思う、うん、で他にも誰かにはそういうひどいことはあってほしくないと思ってるんですね、うんうん、だからみんながその今の入管で知らないところが私にあったことは、私が正直に誰の前でもこれは、隠したくない、ね、うん、本当のことだから、でそういうふうに、入管が知らない人に知ってほしいなと思うんでね、うん、こういう部分が、はい、でどっちが何が正しいのかっていうところがそれで選ぶことがあると思うんですけど、うんうん、ただ今 の, あの入管で受けたこと、今受けている人、こういうあの大きな、うん、あのストレスを受けている人のためにも、うん、あとは、うん、ね、そういう外国人扱いを、うん、あのしたがない人が、あのもっと声を上げてほしいなと私は思うんですね。あ、もうね、今もたくさんあの YouTube ライブのコメント来てますよ。メイチャーさんからはね、医療関係者の方にもぜひご視聴いただきたいですという話、うん、直美さん、点滴の針がうまく入らず何回もやり直すの痛いし苦痛ですよね。クマさんさん、ジャイアントさんは入管の出来事を、伝える役目を受け負ってくださってるんですね。本当だったらね、こんな風に発信をするのはもう大変なことですし、しなくてもいい、まあ、日本での暮らしがあればと思いますが、アンダーチェアさん、ね、普通の人間の扱いではない、その通りだと思いますと。釜井さん、早速いろいろコメントも来ています。そうですね、ありがとうございます。本当にそのジャイアンタさんがこうやってそのお顔とお名前を出した状態でその発信していただくってことにすごく本当に感謝してますし、うん、多分その同じような境遇にある方たちが励まされてる部分もあると思うんですね。そういう意味では本当にありがたいと思いますし、やっぱその先ほどもおっしゃってましたけど、その入管の内部の出来事って外にいる私たちがなかなか知ることができないんですよね、うん、すごくブラックボックスだなって思っていて、そうですね、そういう意味でそこがまあ、今日は特にその入管の医療体制ってところにちょっと着目してお話しいただいてますけど、うん、結構こう外の世界、社会の中では信じられないようなことが起きてるなって私は思うんです。やっぱり一番あのこの信じられないっていうのは、このちっちゃいスペースの中であの1年も2年も3年も過ごすっていうことね、いくらあの入管が大きく見えるんですけど、その全部の建物じゃな中でもう入れるじゃないんだから、そのちっちゃなスペースの中で1年も2年も3年も小宿に入れるわけだから、 そこがあの同じ毎日の同じ人生しかないんですね。
その中でその走路で歩いたり、あのなんか、鳥のパームの中、鳥かごみたいな、しか思わないんですね、はい終わりですよって言ったらもう入って、はい開けたらってもボタンを押してドアを開いて、その後この走路で行ったり来たりして、そのちょこっとその場所しかないで、その後はずっと部屋の中で、でそういう通用生活でいるわけだから、あとこうやってあの外の人たちにも話できるように、電話もできるように、そういうふうに社会が見える、テレビが見えるのに、なんで私たちこの中でこんなに長い間いなきゃいけないのかっていうのは、これがあのちょっと、ね、誰から見てもちょっと長すぎかなっていうのは、まあ、そうですね、実際それこそあのよくね皆さん言うのが、その刑務所とかだとしても、その刑期が分かっていていつまでには出られるって分かるけれども、入管の収容施設はいつ出られるかっていう期間も分からないから、そこがね一番ストレスがすごいあの大きいと思うんですね。そこはいつ出られるかっていうのもあるけれども、このままじゃ その体調悪くなったりとかあのするときに、ああちょっと様子見るとか言いながら、自分が受けたい治療を受けられないところがあるから、それで命は本当に助かるのかっていう不安がある、それでもあと入管の中誰も知ってる、今までもう14人ぐらいはあの病気で亡くなったり、あともう自ら7人とかを全部で24人ぐらいですけどね、で亡くなったり、でそのような私もあの自分の目であの入管の中で人が亡くなったのは見たことあるんですね。あそうです、自分の目で見たことあるんです。それはどういう、それはあの茨城の牛久の入管にいる時に、あの韓国人のキムさんという人がいて、一緒にずっとあの聖書は読んだりとかしたんですけど、でもその2時ぐらいにちょっとバトルームの中であのパパするそのシャワー室の中で、ちっちゃいシャワー室だけど、運動の時靴の紐を持って帰って、それであの上に、行って自殺したんですね、でその時に、ずっとあの、すぐにあの救急車呼んで遺体が持っていく時に、私がパッて見たら、キムさんこれで亡くなったなと私すぐ分かったんですね、でその後はもう1週間ぐらいはその、シャワー室の中で大きな花を置いて、で私たちだけ別の部屋であのシャワーするようにして、そういうふうに亡くなったんですね。でもその一緒に住んでる亡くなった部屋でキムさんが一緒にこうやって気を住んでて、で次が亡くなって、亡くなったのに同じ部屋でまだ住んでる人いる、ね、そういうところがあった、ね、で見えてみる。それで私の一番いいのはあのアラハコーンっていうスリランカ人の同じお兄さんみたいで言っていたんですけど、で同じように東京入管からすごいあのいて、外に仮放免出て5ヶ月で外で亡くなったんですね。でそういうふうに入管では何があってもあの大きなショックを受けて外に出しても外で亡くなる人もたくさんいる。その方はその病気か何かで、で病気不明であの亡くなって、突然じゃあその死因は分からないけど、そうですね、だから入管が本当に何か危険な病気があるんだったら、それははっきり教えないでそうやって出した場合は治療を受けられないですぐあの道端で倒れる人って亡くなってる人とかも、でそういうのはあるんですけど、でまあ一番考えられるのは、私もはっきり言うともうこれでも死ぬかもしれないと思った時はたくさんある、入管の中で、でそれと同じようにあのいるの他の収容者もいるんですけど、入管で一緒に話しする時も、あれ、この寝る時にもうずっと寝て、もう体はもうこれでも寝る時はもう本当にだるくなって、すごい、この以上は生きられないなと思う得意が来るんですね。その時は痛くも何にもないだから、あのただずっと眠っても体が、力が全部抜けるようになってるね。でその収容されてるもう一人にも聞いた時に、一緒にこれが本当に死ぬギリギリ前、これで起き上げられなかったらもし死ぬかもしれないよって、そういうふうに言ったんだね。
なんかそうやってその身もね、うん、心も含めてすごくこうダメージを受ける入管収容生活だと思うんですけれども、うん、その中でもあのジャイアントさん大体4回大きく分けて4回その収容施設の中で収容中にこう、まあ、意識を失うもしくはこう体勢崩れてもうそこから自分の力で起き上がることができないっていうような状況で緊急搬送されたっていう経験があるんですよね。そうですね。あのその、うんうんうん、あの救急搬送されたのは1回あのシャワールームで倒れて、うんうん、その時あの手がこういうふうに私あのシャワールームで、うん、あの倒れる時に一回あの手がこうなったけど、なんで言うと車椅子で座ったままシャワーするようにしたんだけど、車椅子でシャワールームに入ってたんですね。そうですね、うん、で、うん、それであの倒れて一回救急搬送したんだけど、でその後あの洗濯に行って杖持って行って、その時あのもう一回あのドアの中から玄関に入るときに、うん、お部屋の前のところ、そうあのめまいみたいになって座ろうと思ったけど座るタイミングがなくて後ろに倒れて、うん、頭が大きく腫れたんですね、頭を打って、うん、その時もあの救急反応知ったんですけど、であのそれでレントゲンとかもあの CT 点とかは知ったんですけど、で中のも問題なかったけどよかったと思うんですけど、うん、本当にどっかで手術ばっかりだから頭とか打ったらもう大変なことだなと思うんですね、うん、で次は、うん、もう一回同じあのシャワールームの中であの、うん、倒れたんですけど、それで倒れた時にずっと1時間ぐらいは起き上がらなくてずっとそのままいて、であの職員も行ったり来たりはしたんですけど、でなかなかシャワールームの方が見なくて、うん、もうどうしてももう寒くてもう我慢もできなかったかもしれないから、ただ声が自然で出たかもしれない、うん、職員に私は担当って呼んだ時に、うん、ああどうしたって来て、それでもうあの片付けて、うん、その時部屋にみんなこうやっての、あの持って帰った後に、うん、あの体温計、はい、体温計で見えたら32、うん、体温が32度だった、32度ぐらいに下がったんですね、その時で毛布は全部かぶって、その時品川病院に搬送されて、あの CT とかはやったんですけど、その時にその手錠をつけたままその CT 検査を、そうですね、その時は CT 検査品川病院だけど、 CT 検査をする時に、CT 検査のこの機械の中に手錠をこうやってかけたまま機械の中に入ったから、それで私があれなんでかなと思ったんだけど、で職員が言ってるのはお医者さんが手錠を外してくださいって言えない限りは外さないってね、で、うん、CT まではそこまで手錠をかける必要があるのかと思って、私が A を書いたんです、その CT 検査の様子を覚えてる限り、様子の手錠をかけたままの絵をかけて、また面会の人たちにこんなこともあったんですよっては言ったんですね。うん、そういうふうにあのそういうのもあって、あとはどこの病院どんどん私も何回も病院に搬送されたことあるんだけども、でもどうなっても手錠はかけたままも行っちゃうんですね、病院に。あの例えば高輪病院とかはもう一生、うん、手錠を外さないようになってる、医者さんはもう手錠を外してくださいとは言わないんですね。なんかあのどこまでそこは続けるのかって、その手錠をかけたままの治療、うん、例えばあの、うん、ね、頭どこでぶつかったんですかとか聞いたら、じゃあここですっていう時は手両方上げなきゃいけないんだね、うん、両方で見せなきゃいけないんで、うん、ね、何がしても、うん、あのそういうふうに手錠があと痛いんですね、ずっと長い間手錠をかけるとすごい痛いんですよ、うん、あのでそこがあの逆にあの、ね、本当にそこをずっと続けるんだったら入管の職員もそれは分かってほしいと思うよ、この手錠には手が痛い
のことはね、もうですよね。そう、うん、ね、自分にはなったことないかもしれないけど、うん、人にやってることは人自分にこんなことあったらどうなるのかって切り返してみてほしいなと私は思うんですね、うん、だから入管の職員がもちろんいい職員もいる、うん、みんな悪いって言うんだったらそれは私たちも間違いがある、いいっていうのはどこまでかわからないんですけど、ただ話だけはできる人もいる、で何のも話は聞かない人もいる、でもしかしたら いい話があった職員がいても、ずっと仲できる職員がいたとしても、どこまで私たちのこと言えるのかっていう力がないっていう人がいるんですね。今ね、そのこれまでの間に話していただいたそのジャヤンタさんの入管収容施設内でのお話っていうのは本当の一部だとは思うんですけれども、うん、まあなんかそういう特に今回のその収容の中で結構過酷な体調不良もあったし、体重も落ちてしまったし、点滴もね痛い中やってたっていうことで、結構その最初に仮放免された時とその4ヶ月後のまあお顔立ちって表情っていうのも全然違うっていうのが、これの写真をね見ていただけたらわかると思うんですけど、本当にそうですね、ね、ご自身で、私もその面会とかで見てた時一番すごく思ったのが、その目のクマだったり目の下のシワっていうところがすごくやっぱり深く刻まれているなっていうような印象があるんですが、ご自身で見てどうですか？そうですね、私もびっくりした、今見たらね違いますよ ね、 ああね、やっぱりね、体重もだから 9.3 キロでしたっけ、うん、そうですね、はい、で今の過酷な状況、まあ身体的にもそうですが、精神的なものがやっぱりきつかった、みんなそうだと思うけど、なんで一番こう考えても、なんで入管に来る精神科のお医者さんが嘘の判断するのかって、それだけは悪いなとは私は思う、はっきり言うとね、うん、なんで私がその市議の日出てきて、すごい大きな病院で今治療中なんだけど、その先生がこれぐらいは病気あるよっていうのは分かってるのに、なんでそれちゃんとした判断ができない医者がいるのだろうなってね、これが違うっていう、例えばこの入管室の中で1年2年いる人は誰も精神的に問題があると思う、私も入管の中にいるときは精神的な問題がないから、私は病気ないです、精神がない、そのお医者さんに言ってるんです、ね、おっしゃってましたよね、それは ね、 ね、ご自身も、私は何の問題もないですよってそう言ってるのに、その精神科のお医者さんがサビオと診断されたんですね、うんうん、なんで私が精神的な問題がないって言ってるのにサビオっていうことは言ってるんだったら、それがわけわからない、私は、私外国人なんだけど、 で、 ね、うんうん、でももし私病気ありますよって言うんだったら、うん、サビオっていうのはいいかもしれないけど、うんうん、そもそも私は病気ありません、ね、健康ですって言ってるのに、ね、この人は嘘をついているサビオなんだっていう医師が言うっていうのはおかしいですよね。 それはね、言ってもないですけど、言ってもないですけど、うん、サビオって書かれてあったんですね、はい、紙はありますね、でそういうのはなんでなんだろうって、うん、ね、だからそういう医者もいますよ。で一番この本当に入管のことは今までの私の入管経験考えるみたら、本当にそのおかしい部分が言い切れないほどありますよ、うん、ね、まだごくごく一部ですよ ね、 そうですね、今お話いただいてるの、ね、例えば今はこの入管施設の中で私たちに受けた被害なんだけど、うん、例えば法律的に考えたとしても、逆に法律がね、例えば外の病院から外の病院に行った、その病院がじゃあ私たちに何とかの検査した、例えば尿検査とか例えば血液検査とかした時に、その何だっけ、その証明書、その結果、うんうん、結果証が出るじゃないですか、うん、それが病院が入管に出すんですね、これは、うん、これ結果ですよって、
で、お医者さんが私に見せるだけにするね、こういうの。渡してくれないってことですか？渡してくれないね。で、見せるだけにするんですね。うん、これがこういうふうにやる、こういうふうにやる。でも、お医者さんがいくら言ったとしても、私たちはわからないじゃないですか。こういう、あのね、例えば、あの、LLD とか、あの、AST とか、これぐらいあるとかは言ってる。わかんないですよね。ね、でも、お医者じゃないし、わからないし、ただ、その紙を持ってきて、面会来る人に見せて、よくすあの、うん、医療の言葉じゃなくて分かりやすい言葉であの説明してもらうこともできる方があるけれども、その紙は自分の手にはもらわない、その紙はもらわないで開示してくださいって言うんです、ね、自分の健康情報、ね、自分の検査結果なのに300円の開示してくださいって、そう300円のあの注意紙貼って、それで私は収容されているのに300円払わなきゃいけない、そこにも、ね、それで300円払って、それ開示するためにはまた1ヶ月ぐらいはかかるんです。なんでだよ、紙が来るまで。その間はその治療にいなくなっちゃうかもしれない、それがなくなった後のあのウィスマさんと同じように、そうか、またあの開示がするときにはこんなに長い間かかる、また黒髪に来るかもしれない。そうですよ ね、だからそういうところがまた別の場面もありますね。これはあのこうしてね、ジャヤンタさんが証言をしてくださって初めてそのディテールが分かるというか、そうですね。そう、例えば医療関係のこの自分の体の不満があった時でも、その本人しか言えないんですね、本人しか知ったえない。でも診察を受ける時も本人と医者と職員ずっと周りがこうやって回ってるんですけど、ではないんですね。で、自分の状況はこの医療を受ける時も医療結果が受ける時もあの自分だけしか伝えないっていうことを不満があるのは、例えば自分のために誰か一緒にいる人誰か知ってるんだったら、ああ何かあった時に誰かが私の状況は知ってるのっていうあの安心者感があるじゃないですか。そういうがなくて、すごい体調が悪い時に自分だけにはこれがこうだこうだっていう時に、あれ私だけ知った後に誰も知らなかったらどうするのか、まあ何かあった時に何でなったのかっていうのは知らないなっていう、なんかそういう不安もあるので、なんかその先ほどもねちらっとあの手帳にいっぱいもの書いてるのを少しあの画面で見てた方もいると思うんですけど、ジャヤンタさんその一日一日あったこと、体重の変化だったり、食事ができたできない、吐いてしまった吐いてないとか、そういったことをすごく毎日毎日書いていって、でまあ、その入管の内部で起きていることがこう可視化できるように分かるように記録を残していたっていう、なので今も詳しくその当時のことをお話しいただいているっていう状況ですね。で、これは本当にあのどういう気持ちでここまで細かく毎日を書き残したのかなって思うと大変、これ大変ですよね。これ一つ一つしんどい時も記録つけるの、このメモがもう全部もう入管の中であったことはこの中でもう書くところがないです、ちょっとじゃあ今、透明ではありますがちょっと見せれるページがあれば、なんかそのカレンダーのとか、そうですね、こういうところにすごい細かく、あの書くところがないまでもありますね、これがもう入管のこういうあの建物で、中をね、で今まであのどういうふうに過ごしたのかっていうのは全部あの書いてあるんですね。これが見たら、分かりますね。すっごいびっしり、ね、全部あの、誰でも分かるようにこういう、は全部メモしたね、今まで。これはやっぱり伝えなきゃいけない。そうです、これ以外もまだいろんなノートでも、もう全部書いてあるんですね。でも結構時間も迫ってきたので、ちょっと最後の方になってくるんですけれども、実はこの間ね、その仮放免を延長手続きをするために、あの入管に、仮放免者の方は行かなきゃ、定期的に行かなきゃいけないんですが、その時にあの面接というか、その入管の職員と毎回そういうインタビューっていうのがあって、でその時医者も同席して診察した時あったんですよね。で、脈拍とかいろいろ測ったら脈拍
が142だったと。そうですね。でこれあの正常値って本当60から100ぐらいっていうか、その異常な速さになっていた。そうですね。うん、その時のことやっぱどれだけそのストレスと恐怖心があったのかななんて私は聞いていて思ったんですが、うん、それはあのその時ものすごい職員がいきなり言ったのは、あのこの前収容された時と同じように、あの今から携帯とかあるんだったらそれはちょっとまた別のところ置いてくださいって言って、携帯消してくださいって言ったんですね。電源消してくださいって言った。でなんで電源消さなきゃいけないのかって見て、でもし電源消したら、もし収容されたら誰かに連絡もできなくなっちゃうじゃないですか。でそれ不安があったんですね。で、うん、それで電源が、うん、消せないって言ってそのまま置いてあって、その後は、うん、今の生活の話とか、これからあの国に帰ることとか、うん、あの考えられるとかで、難民申請のこととか、うん、でそういういろいろな話聞いて、その次はあのお医者さんがあの診察に行ったんですけど、本当は私がもうこのお医者さんと今までもう何回もあの点滴の針やっていろいろあのすごい、うん、なんかいいかいい争いなことはあったんですね。この医療関係入管の中にいる時すごい怒られたこともあって、そういうふうに、うん、で今、うん、そう考えるともうそれは本当は考えるともう強制、診察、強制診察だと私は受け入れてるんですね。だって私はこのお医者さんの診察を受けたくないのに、じゃあ、うん、もう切ってやるんだから、うん、でその後はまた入管からあの出てくるんだから、だから強制診察だと私は思うんですね、これは。でそれで、うん、あの一番考えられるのはこれ診察を受けるときにまたこの前 の, あの収容された時と同じ気がしてドキドキして、そんなに脈拍が高くなったと思うんですね。でその次の日に私は外で違うところに行って測った時に、まあ歩数で85ぐらいになったんですけど、だからそれぐらいがあの入管の中に行くときにもう怖いっていうことがあって、うんね、口が乾いてもう水、口が乾いて職員にちょっと口乾いてるから水ないですかって聞いたら、まあ水ないですって言ったんですけど、うん、私も水持って帰るのは忘れたんで、うん、でもそういう時はあった。だからこれからも多分毎週2週間しかもう2週間であの2回目もあるんだけど、でも不思議もあるけど、だから私は今この世の精神的な、うん、診断にもまだ入管に外にいるんだけども、あの例えば家に来たり、あの いきなりピンポンって出して、うん、東京入管ですって言ってあの家に来て話したりとかするから、そうですね、この間その今仮放免中にあの登録している今住んでいるご住所のところに入管の職員2人が急に訪問してきたってことですよね。そうですね。いきなり来てピンポンって言ったら、私電話してはいって聞いたら、はい東京入管ですって言って、それからあのってことがあの話したんですけど、うん、で、うん、そういう時はもういやまだ石かまれに来たのかなって言って、うん、でもう口がすっごい乾いて、玄関の前あのあったんですけど、あのお湯あの水の、うん、あの缶があったけど出口があって、そこでガラスに水取ってガラスの水飲みながら職員と話したんですね、うん、その時もドキッとしますよね。そうです。でそれでも水も見えたんですけど、こんなにあの富士山の天然水も友達が持ってきてくれたんですよって言って、うん、でそのようにいきなりこうダカッてすることがもうすごい何日間にも眠れない時間になって、うん、あの入管と同じ時間には変わってないんですね、私の心の頭の中では、うん、だから今もまあ閉じ込んでるっていうことぐらいしか思わないし、
眠れないようにこういうふうに何回ももう2週間に1回来てって話を言ったりとかするとなかなか入管の中頭のことは頭から切れない、うん、その大きな被害が私は受けているっていう気が今してるんだけども、でも入管がそう思っていない、うん、は何でだろうかなっていうのはね。確かにジャイアントさんすごいもう、うん、昨日もねなんか朝方ぐらいまでずっと寝られない、そういう毎日が続いてるんですよ ね、 毎日昨日ですね、今日朝6時までもう寝てないだから、うん、その後また9時10時ぐらいにまたメールしたんだよね、だから眠れないんですね、その、うん、その日々がすごい続いて、だからその前の日ももう寝てないんですね、うん、だからなかなか眠れないのはこの、ね、入管のことですごい不安があるんですね、うん、でさっきかそのジャイアントさんがその2週間2週間っておっしゃってるのは、その仮放免の期間が、うん、ジャイアントさんは2週間、今はその3週間だったんですけれども、まあ、ゴールデンウィークの休みがあって、うんね、入管がそもそも空いてないか手続きするためにはその、まあ、翌週にってことで、うんまあ、3週間になったんじゃないかっていうような話ではありましたが、うん、結構これ人によってバラバラで、まあ、2週間の人がすごい短いですけど1ヶ月とか2ヶ月とか、うんまあ、期間が長い人とかもねいるんですが、うんまあ、ジャイアントさんの場合すごくこう短い中 で、 短いで前回その再収容された時も2週間の仮放免が出てで2週間 の、 その延長手続きに行ったらすぐ再収容そのままされてしまった、その経験があるからこの間2週間の延長手続きに行った時に、うん、やっぱりこう同じことが起きるんじゃないかっていうすごいストレスがかかった、うん、そうだから今度また5月12日に入管にまた仮放免の延長に行かなきゃいけないんですけど、うん、でもその日までまだ眠れない時間だと私は今はね、うん、まだ治療、うん、病院に行ったりとかするんだけども、でも、うん、まあ入管のことはもう頭からはもう離れない切れない、うん、もう頭も体も全部もう入管もガチッと。もう閉じ込んでるんですよ、もう閉じ込んでるともう捕まってるんですね、うん、外にいても、だからこの世のことはもう本当に、うんうん、なんで外にいるのにそれやらなきゃいけないのかっていうのはね、うん、うん、そうですね、理解できない、どこまで、うん、そういうふうに、うん、この、ね、この世のこのように本当に外に出られるとも思ってなかったんですけど、入管の中にいる時はね本当に死んでしまうかなとも思うことはたくさんあって、うん、私も本当に乗り越えなきゃいけないなっていうところもはあったんですね、うん、それで自分でできるところを支援さんも本当にたくさんいて、青汁が入れたりこのサプリメントが入れたりとかたくさん本当にすごい感謝してるんですね、今は一生懸命毎日毎日ぐらいは面会切ったりして、そういうところが一生忘れないようにしたいなと思うんで、そこまで人がやってるのにそれはなんでやるのかっていうのは、入管が、ね、こんなにひどいことでやってるよっていうのは誰も分かってるんだから、同じ人間としてなんでその部分が分からないのかなって入管がね、で今も私はこういうふうにもう2週間で呼ばれるようにしてる、病院も行かなきゃいけない、自分の生活も、あるのに、そういう方にやっているんですね、うん、今の大きなまだ頭の中は変わらないですね、入管の中にいることとかしか、うんね、じゃあ最後もうまだまだお話をお伺いしたいんですが時間も迫ってきたので、はいでねはい、一番さ生配信の最後にですね、ジャイアントさんがこの間、はい、仮放免延長手続きに行った時のドキュメンタリーを作っているのでそちらを最後ご覧いただきたいと思います。じゃあヤンタさん、はい、今見ていただいている皆さんに最後伝えたいことがあったらお願いします。はい
私が今まで入管であったことをこうやって知ってるけど、今これ、うん、あの見ているみんなができれば、あの私だけじゃなくても他にもあのこういうひどい目に遭うことがないために、できるだけこの、うん、入管のことで声を上げて、あのできればこのような長い収容が、うん、ならないように、外国人も日本人も同じ扱いにしたいなと思ったらなと思ってるんですので、あの、うん、でそういう、うん、知らない部分を私からも知ったところを心に入れて、うん、できれば誰かの助けに、うん、力が合わせてほしいなと思っています。今日は本当にありがとうございました、はい、本当にいろんな貴重なお話を聞かせていただいて、はい、たくさん声は届いたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。じゃあ最後動画をご覧いただいてお別れということで、はい、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。収容されてもされなくても行かなきゃいけないだから、全部あの準備して、カバンも整理して、前はタオルも何にもなかったんだけど、今回全部準備してから行けるようにしてるから、心配がある、心配あるっていうのは怖い怖い。診察もあるって聞いたんですけど、私会いたくないよ本当に、その医者には。もっとストレスかかって、もっと体悪くなる、見るだけでも。あ、お姉さんの娘からで言うけど、ヘロー、はい、ベリーラーってどれがあっとって、まあ、ポーンネゲンコールから。お姉さんの娘とお姉さん心配してる。もし中に入れたら、あのマストに、あの友達に電話して、メッセージしてくださいって言った。で、中に入れられない。本当に入管がこのやることやったら、もう考えなきゃいけないところがあるんですね。家族は心配してる。お祈りしますって言った。
今回も2週間する予定かもしれないけど、これゴールデンウィークの休みがあるから、その休みのためにこうやってやっちゃうと入管のことなかなか頭から切れないんですよ。切れないし眠れないのはそう考えています。だからこの人たちはまだ外にいたとしてもいじめてやろうっていうぐらい考え方だと思うんで、外に出したとしても中でもいろんないじめがあったんだけど、でも外にもまだ同じことを切り返し、なんでそこまでやらなきゃいけないのか。外国人だからって Listen to the voiceless。 ドイツ最大の州